いものを持ってる必要性っていうのは絶対あるんですよね。一番いい音を知らないと自分はそこにたどり着けないから、だからジョン・メイヤーのトーンはなんでああいうトーンが生まれるんだろうとか、これ割と音色がいいって言われるんですよ、いろんなミュージシャンに。でもそれはいい、まあ、楽器を知ってて、でいい音を知ってるから、あそこは、でもいい楽器がないとそこには絶対たどり着けないんですよね。だからトーンとかそういう音色を知っておくことが大事で、あと自分のそのトーンっていうのをやっぱ知っておくことはすげえ大事だなと思うから、逆に言うとこいつがいないと他の多分ギター使っても多分分かんなかったと思うんですよね。このギターはいい音するとか、なんか本物を書き分けるのってやっぱ本物を知らないと。ハイボーっていうとすごいなんか普通なんですけど、なんだろう、でもギターなかったら俺の音楽って始まってないから、凡人みたいな感じですかね。なんかまだまだ自分の頭になってる音っていうのは全然鳴らすことはできないんですけど、でもその代わりその自分が思ってない音を鳴らしてくれるんですよね。だからそこは毎回気づきがあったり、こう弾くとあこうなるんだ、なんだろうな、もっともっと一つにならないといけないけど、でもいいパートナーですね。